この 3D スイングメンターをですね扱うように重心管理すれば、これ見ていただければ分かりますけど、勝手に軸は旋回されていくということですね。タスゴルフ、いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けいたします。芝バーディークラブさんで撮影させていただいております。ありがとうございます。タスゴさん、いつもの質問になります。はい、質問コーナーですね、はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。今日も結構質問いい質問がたくさん来てるので、はい、はい、もう最近もそうですね、本当にありがとうございます。なので、まあ、早速始めたいと思います、はい、まず一つ目の質問なんですけども、はい、スプリットハンドでヘッドイートゴードリルをやってる方なんですけども、はい、普通にスイングする時もグリップ面を長く使ってフィンガーで握るとスプリットハンドの感覚でスイングしやすいです。そのグリップがノーマルに近い縦コックを維持しやすいグリップということで認識は合ってますかということなんですけど、あ、なるほど、お伺いします。グリップについてはですね、まあ、基本的にはスクエアグリップ、そしてこのクラブをですね、例えばこれ45度に斜めしていただいて、このような形で斜めから握り込んでいただくというですね、いわゆるショートサムというこの親指がですねちょっと短い、ロングサムというのはちょっと深めに握って、こういうことですね。それからショートサムという斜めに握られて、このように親指が短く、まあ、見えますね。これをショートサムと言いますけど、このようなグリップをするところから始めていただきたいと思ってるんですね。実際はグリップってどうでもいいです、どうでもいいんですけども、ゴルフクラブの機能とか挙動とかエネルギーに対する挙動の効率性なんかを考えると、やはりスクエアグリップでショートサムグリップというのはですね、僕はお勧めしたいところですね。ですけれども、それでうまくいかない人もいっぱいいます。なのでここはですね、絶対にそうだということは言い切れないです。ただこの方はですね、このように握られてストップ&ゴードリルをされるとパフォーマンスがいいということを言われていますね。それはもう当然そういうふうになります。実はですね、このショートサムグリップで握られてスクエアで握れるとですね、これは人によりますけれども、僕の場合はですね、割とこの軸旋回がですね大きく、しかも左右に同じ角度できます。このような状況ですね。人によって違います、これは。なんですけども、おそらくこのように大きく軸旋回をできるのが標準的だと思います。でこれが例えばですね、ロングサムで握ってしまうと、実はこちらは大きく旋回しますけど、こちらほとんど旋回しなくなるということになるんですよね。でこれも人によって違います。ただショートサムグリップというのはですね、グリップを斜めに握られて、そうしますとですね、この前腕のこの2つの骨があります。これ上を頭骨、下を尺骨って言いますけども、この尺骨に沿ってですね、腕は旋回していくので、この尺骨の軸にですね合った状況になるんですね。なので旋回しやすいというような状況になるということになるので、できればですね、このように握っていただいて、そして下支えをしていただくとですね、ここで重心管理をして、この 3D スイングメンターをですね扱うように重心管理すれば、これ見ていただければ分かりますけど、勝手に軸は旋回されていくということですね。かなり安定的に軸旋回を得られるということです。これはただ単にこの重心を管理して振り子運動しているからですね。そうするとヘッドが結局はボールに向かっていくということになりますね。なのでストップ&ゴールドリルをするときに、まあこの方はスプリットハンドにしていると言いますけども、スプリットハンドでストップ&ゴーというドリルをされるときに、ストップのところではですね、もうゴルフクラブのヘッドがボールに向かっていくということをしますので、そのときに自然な軸旋回を得られていくということになりますね。でところが、先ほど例えばロングサムグリップにしてしまいますと、先ほどこのようにあったように、こちらには旋回するけどこちらには旋回しないという、まあ僕はそのようにヘッドが挙動します。そうしますと、この段階でストップ&ゴードリルをされたとしてもですね、クラブは前に出ていくんですけれども、結局適切なですねシャフトの軸旋回を得られずに開いていってしまうという可能性もあるということですね。なのでこれはですね、実は人によってそれぞれです。ただし往々にしてこのショートサムグリップで握っていただくとですね、まあ皆さん同様に、特にストップ&ゴールドリルをされですね、強烈に引っ張っていけるというエネルギーを得られますので、クラブが前に出ていくときに適切な軸旋回をして
パフォーマンスがいいということになる結果になることが多いということで理解していただければと思います。いろいろ試してもらった方がいいってことですか、はい、そうですね。グリップは本当に人それぞれです。僕の場合はたまたまこのスクエアグリップショートサムというのはですね、結局は一番ゴルフクラブがシンプルに起動する、そしてエネルギーに対して このクラブの挙動が非常に明確なんですよね。 JF3D のまあアンバサダーになってからですね、やはりこのグリップエネルギーに対するクラブの挙動ということばっかり考えてですね、データとかで検証してますので、やはりショートサム、そしてスクエアグリップというのが基本になっているということですけれども、ただこれはですね人によって違います。なのでこれはですね、そのグリップを変えていくことを厭わないでほしいですね。なのでそういう中でですね、一旦はショートサム、スクエアグリップにしていただいて、ゴルフクラブのエネルギーに対する挙動を見ていただきたいんですけども、それが絶対的な正解ではないということになります。続いての質問です、はい、私も肩が平らに回すことが癖で、左側屈を意識してテイクバックする練習してますが、はい、どうしてもフェースがシャットに上がるせいか、インパクトでかぶり引っ掛けがよく出ます。どう改善すればいいですか。なるほど、いい質問ですね。ありがとうございます。お答えさせていただきます。はい、このご質問者様はですね、このテイクバックの際にですね、やはり横回転が起こっていくっていうことですね。なのでこの肩がですね、このように水平に回っていってしまうとですね、水平に回るとどういうことになるかというとですね、こうやって軸がぶれていってしまう可能性も高いですし、またさらに水平に回る中でこのグリップにはですね、この持ち上げエネルギーが上がってしまうという可能性が大きいということで、まあ、これは人によって違いますけれども、往々にしてそういう傾向にあります。なので、まあ、正しい重心管理をしていただいて、正しいエネルギーを与えた結果の体の動かし方、またはエネルギーの受け止め方というのは、できるだけですね、このワインディングアクションですね、このように肩は横回転せずに、むしろ縦に切り上がっていく、このようなで、これをワインディングというふうに言っています。そうするとですね、ワインディングアクションはですね、あくまでもゴルフクラブのエネルギーをですね、ここであればベータフォースですね、この重心管理をして初期エネルギーを与えて、その結果ですね、必然的に入ってくる体の反応というふうに考えていただければいいんですけども、ただこれをですね、この左のソックスを意識すぎて、この左をソックスさせるというボディアクション、積極的に自らのボディアクションでクラブを動かそうとするとですね、ややこしいことになってしまうということですね。あくまでもこの自然な前傾角度をとって、そして初期エネルギーをですね、後方に低く出していただいた結果の体の反応として、左にソックスされるというふうに意識していただくということになりますね。それによってグリップは遠くへ行くと、そしてこの左と右のですね、拮抗関係を作り上げるということになりますけども、このソックスっていう言葉自体にですね、フォーカスしてしまうと、ソックスをですね、自分のボディアクション、積極的な能動的なボディアクションとして捉える方が多いですね。そうするとこうなる。でその時にクラブはシャットになりすぎてっていう話ということになります。なのであくまでも初期エネルギーはまっすぐ後方に低く長く出していただいて、でむしろですね、このプロセスの中でボディはほとんどですね、何もしない感じですね。そして最終的にクラブがですね、転換していくときに、この左のソックスが自動的にされていくというふうにですね、捉えていただくとですね、クラブのヘッドの管理もですね、されていくということになります。そのように捉えていただくといいと思います。ちなみになんですけども、はい、テイクバックする際に体の拮抗を保つじゃないですか、はい、その際に頭が飛球線方向に傾く、それっていいんですか。こういうこと。あ、そうですね。あ、なるほどなるほど。それですね、ちょっと避けたいアクションですね。やはりまさにこの左ソックスをですね、能動的にやるとですね、まさにこういうことになりますね。そうではなくて、体のバランスをとって、このクラブエネルギーだけが飛球線へ向かうという状況の中では、この積極的なこの左ソックスのアクションというのはですね、まだ発生しないので、頭この拮抗関係が左右に取れる間で維持されるということになります。なのでもしですね、積極的に左ソックスを意識されて入れる、そうなるとこのようになりますね。でそれでダウンに入ると、結局はですね、グリップも
下に向いてますね。この状況の中でこうグリップを持っていくのは結構しんどいはずです。しかも見ていただくようにかなりグリップとボディが近いですね。このような状況でどうしても押し動作で入ってしまうということです。なのでボールとしてはこのような低く左へ打ち出されるということになりますね。そうではなくてエネルギーに負けて左のソックスが入る。その時に左右に拮抗が生まれて頭はほぼ同じところにキープされるということの中で自動的にエネルギーに対して左ソックされて、そして引っ張るエネルギーを与えるということですね。その中で重心管理されて引っ張るエネルギーが下になればこのようにストレートボールを打てるということになります。続いての質問になります、はい、ありがとうございます。普段インドアで練習している方なんですけども、うん、切り返しグリップエンドを引っ張るようになってヘッドスピードは上がったんですけども、ボールスピードとヘッドスピードがあまり変わらないのでボールが飛んでいかないそうです、うん、でボールスピードを上げるにはどうしたらいいですかっていうご質問になります。なるほど、いいご質問ですね。ありがとうございます。じゃあお答えさせていただきます。このような方は結構多いですね。実際引っ張るようになってブンブンヘッドスピードは出るようになったけれども、そんなに飛距離が変わらないとかスライスしていってしまいますとかうまく当たりませんとか、そういう方がいらっしゃるんですけども、これですね、引っ張るエネルギーを与えた時にですね、クラブの強度はもちろん変わってるわけなので、当然そのヘッドがですね通過する点も変わってくるわけです。なので当然ボールの位置もですねそれに応じて変えていかなきゃいけないということですね。なのでその自分が今まで慣れてるボールの位置見え方とですね変わってくる可能性もありますね。そこを厭わず調整していただきたいということになります。また引っ張りエネルギーを与えたとしてもスイング自体に余計なノイズが多い場合とか、または引っ張るエネルギーを与えたとしてもインパクト時点で肩が外れまくってるとか、そのようなことになるとですね当然毎回のスイングのヘッドの軌道というのは変わってきますね。なのであくまでもボールのフライトのクオリティを決めるのはもちろん引っ張るエネルギー、そしてスイングスピードであるんですけど、もう一つの重要な要素としてはミート率というのはありますね。なのでちゃんと新ヒットするようなミートのクオリティの高いヘッド軌道を作り上げられるようなですね、全体のエネルギーとマッチアップのバランスが取れていなきゃいけないということなので、ここはですね一概に何を起こしているということはですね申し上げられないんですけども、おそらくこの方のですねスイングを見れば一発で分かりますけれども、ちょっと見せていただくことはできないので、いろんなケースを想定してご説明します。例えば持ち上げているスイングで強烈に持ち上げているプレーヤーがマッチアップをしながらいいショットを打っているとしますね。まあこんな感じですかね。まあこうやって打たれているプレーヤーがですね、もし引っ張るということを始めるとですね、なります当然これは当然そのヘッドが通過する位置が変わるわけですよね。なので持ち上げる動作をしているプレイヤーというのは往々にしてボールと体の距離が近くてマッチアップして当てているという方が割と多いと思いますけれども、それが引っ張るエネルギーを与えて、そしてダイナミックにクラブが挙動していくとですね、当然ボールはですねもっと遠めになければですね当たっていかないということになりますね。まあこのようなケースがありますね。なので当然スイングスピードは速くなるけれどもミート率が極端に落ちてしまうという例になりますね。あともう一つはですねこういうケース、例えばですねいいスイングをしているけれども若干だけクラブヘッドを持ち上げてマッチアップしているケースですね。まあ、このようなプレイヤーが引っ張れるようになった、これは本当に、まあ、ちょっと伝わるかどうかありませんけど、引っ張ることをしたんですね。少しマッチアップして押し動作でマッチアップしてるんじゃなくて
引っ張ったんですね。今ちょっと触ってるかどうかちょっと映像では分かりませんけど、そうにやりましたけれども、こう2発目のボールの方がですね飛んでないんですよね。これはですね何かというと、この肩です。実はその肩が両方とも外れてる。で、最初の押し動作を伴ったマッチアップをしている時のスイングも、引っ張ったスイングも肩は強烈にわざと外してインパクトを迎えています。そうしますとね、結局この肩を通じてクラブヘッドにですね、この肩から上腕前腕という形でですね、エネルギーの流列が作れない、または肩がきちんとはまっていないから3次元にこうやって挙動してしまうということですね。だから結局何が起こっているかというと、この腕がですねかなりロールしててしまうような状況になっちゃうということですね。なので当然クラブヘッドのですねインパクトポジションが変わってきてミート率が落ちているということになります。なので、まあ、これ2つの例を挙げましたけど、これはもういろんな原因が考えられるし、それはご説明できます。ぜひこのご質問者様のですねスイングを見てみたいんですけども、必ずどこかに原因があるということになります。当然スイングスピードがヘッドスピードが速まれば飛距離はその分伸びなければいけない。ただそのヘッドスピードが速くなっているのに飛距離が伸びていかないということは、ミート率が下がっているということになりますので、当然そこには割と深刻な原因があるというふうに思っていただければと思います。チャンネル登録お願いします。はい、今日もですね非常にいい質問ありがとうございます。このようにですね質問をコメント欄に入れていただけましたら、できるだけ動画内でお答えしたいと思います。ぜひどんどんですねコメント欄にご質問入れていただければと思います。ということでですね、この動画いいと思われた方はチャンネル登録とグッドボタンの方で応援いただければと思います。次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。